祭りの会場の一つ河津川沿いからお伝えします。この時間になると観光客の姿はほとんど見られません。風も穏やかで静かな夜となっています。さて祭りの期間中、夜9時まで美しい桜並木のライトアップが行われていまして、幻想的な夜桜も楽しむことができます。で、満開になると桜のトンネルを見ることができるんですが、今年はまだ時間がかかるかなという印象を受けます。さあ祭り開幕から1週間余り、桜の開花状況など日中の会場の様子を取材してきました。河津桜の原木です。ピンク色の可憐な花が咲いていますよね。季節の移ろいを感じます。観光協会によると、河津桜の中でも早咲きといわれる原木は今日で二分咲き、今年はやや遅めの開花状況です。ちなみに河津町に桜を見には初めてですか？あ、初めてです。やっぱり早く咲くところとか、あとやっぱ小さくて可憐なで色が濃くて可愛いなっていう感じですよね。河津川沿いの桜並木です。原木に比べると咲くのが遅いということで、花開いている部分もありますが、まだつぼみが多い印象ですね。原木からおよそ500メートル離れた河津川沿いはまだ咲き始め、開花状況の影響か、まだオープンしていない露店が目立ちました。広い駐車スペースもかなり余裕がある状態でした。今日ちょっと早かったですね。今日もう一回くらい行きたいですね、咲いてきた頃に。バスがまだはっきり言えば少ないですよね。桜がちょっと咲き始めて、ちょっとバスが来てくれれば少しずつ元へ戻ってきたかなということになりますけどね。一方、ここ数年見られなかった海外からの観光客の姿が印象的でした。 Where are you from? Hong Kong. Not yet. No, yes. But over there, there are some open, very beautiful. Blossom. 地元のみならず伊豆半島も全体のもう活気が変わってきますのでね、伊豆の皆さんにもね、喜んでいただけるような桜祭りにしたいと思っております。はい、街が盛り上がることを皆さん望まれているようでした。そしてインタビューの中で伊豆全体という話がありましたが、今日は他にも伊豆南端の南伊豆町にも取材に行ってきました。コロナで来られなかったんで、やっと来られたんで、今年はもう格別ですね。本当に角度によってもう真っ黄色に見えて素晴らしいです。南伊豆町では菜の花と河津桜のイベントを開いていて、菜の花はおととい見頃を迎えたばかりです。こちらにも千葉や平塚など県外からの観光客の姿が見られ、にぎわいが戻り始めている感じがしました。ピンクに黄色、春の伊豆ではさまざまな花を楽しむことができます。で、県によりますと河津桜の平均的な開花状況の予想なんですが、今月15日に二分咲き、そして22日からの1週間で見ごろを迎える見込みだということです。で、今年は去年の 1.5 倍以上となる50万人の観光客を見込んでいるということでした。